目指せ最強召喚士。この前試練とか挑んだ時にスフィアが確か大事だった気がするのね。で、ダイゴの試練ダメだったし、そういえばスフィアをゲットしてないなと思ったから、今日はこのグランガイア戦記でなんとユニットを強くしようと思う。よし、今日は寄り道だから久々にグランガイア戦記。ちょっとね、私これ言うの苦手からそこを挑もうと思うわ。じゃあパーティーはこのいつものメンバー、いつめんで行こういつめんでいいね、名前。じゃアイテムはこれでいいかな。よし、はい、これでスフィアをゲッチしよう。確か強かったよね。どうしよう。じゃあ試練と似た感じでやろうか。おお、強い。こんな強かったっけ。強くない？こんなんだったっけ。後先が不安だ。ウルキナ、どうしようかな。そう、ダルバンシェルだ。どうしよう焦った合ってる？でもダルバンシェルのおかげで平気。よし、この調子で。リリーマターは3ターンだから、平気。ダルバンシェル使う使う使う。ウルキナも一応あれ、なんだ。めっちゃたまる BB が。これなんとかなりそうかも。倒れろ。そうだ、この回はゆるくやっていこうって自分の中で決めたんだゆるくやっていこう。よし、一旦目はクリア。2ターン目。3ターンしかなかったっけ。で、よし、どんどん攻めていこう。いっぱい溜まる。で、ウルキナはまだ平気。やっぱ試練後だと結構楽に感じるな。ウルキナは平気。危ない、ウルキナ使おう。よし、これで2ターン目もきっと平気なはず。倒してくれ。よし、クリア。ラスト3ターン目。
これは強そう。あれ、リリーマーターどうだったっけ。使う。おお、こういうのがあるのか。じゃあ、たまるまで。あ、使う。うん、よかった。まあ、いっか。これたまるんじゃない？ついでに。たまった。感じで。ウルキナは使おうかな。どうしよう。使おう。アイテムも結構まだ残ってる。使えばよかった。いいや。おお、どうしよう。うー、やばいやばい。よかった。うんで、ウルキナをど回復。お、そっか、どっちもできるのか。なんとかなりそう。よかった。やばい。よし、大丈夫だ。あと少し、あと少しで。うん、呪いが結構。ウルキナにかかってないの、めっちゃラッキー。で、あ、アイテムが使えない。ダルバンシェルなしで平気か。やばい。でも大丈夫。これもういけるかな。いける。回復させなくても、もうみんな使おう。これで倒れた。終わり。終わり。よし、倒した。はあ、今ゲットしたスフィアはこちら。攻撃力最大 HP を 30% アップ&弱点属性へのダメージを増加するっていうスフィアがもらえたから。でもこのスフィアはまあ後々誰かに装備して、第5の試練に役立つスフィアが欲しいから、まあそれはお父様には内緒で、皆さんぜひコメントしてください。まあ、ヒゲとミササギには聞けないから、みんなの協力が必要です。まあ、お父様には内緒で、こっそり
お願いします。皆さんこんにちは、阿部ななみです。今もですね、ヒゲとミササギに協力し合って最強召喚士を目指すために頑張っております。はいですね、衣装もなんですけど、髪型も毎回巻いたり、今日みたいにストレートだったり縛ったりといろいろ変わってるので、そこら辺もちゃんと見ていてほしいです。皆さんチャンネル登録はもうしましたか？まだの方は、パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンを、スマホの方は下の方にあるチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。バイバーイ。